はい、亀田の親父みたいな。はい、子供をプロ野球、プロ選手にするならどっち？野球とテニス。今テニスも結構人気ありますもんね。なんか実感ありますか？人気があるなっていう。いや、そんなに。そんなでもない。そんなでもないですね。錦織選手がこう出てきた時っていうのは何かありました？はい、テニスの。いや、まあ、テレビで錦織選手が結構取り上げられるようにはなりましたけど、うんうん、まあまあ、やっぱり、はい、男子と女子もまた結構別なので そんなに何かが変わったというのはないですね。なんかやっぱりテニスやってる方ってちょっとこうなんかこうあれですもんね、すごくこう上品な方が多いですよね。ああ、びっくりした、はい、ちょっと一瞬ヒヤッとしましたね。品があるのなんか。そうですか、うん、男子はなんか王子様みたいな、うん、まあ、でも最近じゃないですか、そのルックスが良くなったみたいな、その変な言い方ですけど、うん、まあ、確かに昔はね、うん、まあまあまあ、昔はどういうことですか。いや、だから例えばチャンコーチが現役にチャンコーチはいいです。マッケンロイケルちゃん、まあ、短パンとか見るとモテようとは思ってね。でも今やっぱかっこいい人多いですから。いいこと言うんですよね、マイケルちゃん。いいこと言うんですよね、マイケル。いや、いいですよね、伝説の戦いみたいな。錦織選手がね、まだこうもう決勝でしたっけ、あれ勝つ決勝かなんか戦いの時に、はいはいはい、君はまだ何も成し遂げてないっていうコメントを。深い。僕そういう言葉好きなんですよね。あんま、まあ、感動はしないんですけど。どこに響いたんですか。はい、じゃあ皆さん、はい、賛成反対に分かれてください。いやすごいね。これちょっとガチでいきます、ね、子供ですからね。子供ですよ。野球、テニス、ジニーの子そうかな。あら、どっちだろう。おあれ、意外と。あらマジで初めてじゃないよ、一。ゲストに媚びてるだけじゃないですか。違う違う。いや、野球好きでしょ。だから野球でしょ。野球は野球ですよ。あ、俺読み間違えましたね。やっちまった。いや、テニスじゃん。テニスじゃん。テニス、俺野球だと思ったんですけど、これはもうテニスです。テニスですよ。なぜなら 5-0 になってしまうからですよ。テニスっす。誰かしら映るからいい。でも評価低くなりました、今、ユーザー皆さんに。あ、野球と思ってるのにテニス座って反論してんだっていう形になりました。テニスです。間違いなくテニスです。逆境になっちゃいますけど、居座り続けますか。はい、私はテニスです。あと、カズさん、半ば俺らももう吉田さん優勝って分かってるんで、とりあえず討論しましょう、とりあえず。あ、でも、美濃川選手、なんでこうテニスを始める。私は家族がみんなテニスをやっていて、あ、はい、上品、いい家庭。それでなんか私も自然と、姉もいるので、姉と一緒にやるようになって、はい、あ、見たいですね、家族。やっぱりそうですよね、家族の流れって大事ですよね、はいはい、うん、うちは誰も野球やってないのに野球やらされてました。なんでですか。喘息持ちだったから、丈夫にするためにですか。そうです、はい、とお父さんが野球を見るのが好きだったから。はい、まずアンケート結果見てみましょう。やっぱり野球の方が多いですね。7割3割ユーザーの皆さんも多かったのが、はい、やっぱテニスはちょっと海外遠征とか、うん、そういうのが多くなるから、うん、ちょっとお金がかかると、大変なんだ、はい、それがちょっと結構コメントでありました、うん、あ、そうですか。でもやっぱりテニスとか、はい、野球、やっぱでも野球の方がどうしてもお金がね、かからない感じもしますもんね。そうですね、うん、それがあるんで、テニスはやっぱスラムダンクの彦市みたいなやつが出てきた。カズさん喋ってんだよ。こっち反対意見ちょっと少なかった、あれだったんで探したんですけど、ありましたね。新米刑事か。絶対できないやつ。あ、そうですか。報告しろ。まあ男の子なら野球なんですけど、自分の娘とか女の子だったら、テニスをさせたいの。そこなんですよ。なんで男性、男の子前提なのかと。
私は娘が欲しいです、うん、あ娘には野球させることもできません、うん、やっぱり野球でしょ、うんうん、テニス、はい、内側からどっちゃったひどいよ。あとはです、あとはあとはですね、世界、うん、あ、すいません、あとはですねいきますか、あとですね、世界的に人気なのがテニスの方が、あの人気ならしいので、嘘、はい、なんかコメントを見る限りでは、あの、はい、スター、世界的なスターになるのはテニスをやらせた方がいいという意見が出ています。はい、お金稼げるのどっちなんだろう。お金稼げるのどっちですかね。数十億っていうの。シャラポワで数十億。従って、国内選手で良ければ野球、世界的な海外選手になりたければテニスという意見になりましたでございます。はい。これからもう一回戻ってください、ちょっと、はい、美濃越さんめちゃくちゃ話せるあら、あこれ美濃越さんにハマってるぞ、お前あ、これ自分ポイントネックレスもらえるかもしれませんね美濃越さん、え、どういう笑いなんですか、その今笑った純粋に。いや、面白いなと思って。おぉいや、おぉおぉ、コウタロウと同い年ですよ。あ、自分同い年、あ、同い年ですか。え、何歳の。自分23歳なんで、マイさんと、はい、はい、マイさん、マイさん、もうマイさんって呼んでる。ね、ま、マイさん、お前、ま、マイ選手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 、その名前で言うから、あ、その名前で、あ、急にしたマイ選手ってなんか、本当さん若いんですね。今日なんかないですか、通販みたいな。今日通販みたいなのですか。あれは言われてないんで、持ってきていただける僕が全力で通販しますけど。わかりました、はい、それも一応情報に書いておきます、通販。でも野球、そうですね、でも野球ってこう一攫千金みたいな。そうですね、その代表的な昔からのイメージはありますよね、うん、野球やれば儲かるみたいな、うんうん、日本ではやっぱりね、サッカーより野球ですから、うん、いや僕は別に野球選手だったからっていうわけじゃないですけど、どっちを僕が やるのを選ぶかって言ったら、好きなのはサッカーですけど、うん、です初回から言ってますね、スポーツ初回から。でもやっぱりね、こう稼ぎをもらいたいなと野球ってなっちゃうんですよね。え、子供に刺すならじゃあ、その自分じゃなくて。あ、僕はスポーツ選手刺したくないんで。なんでですか。いや、絶対僕よりは大成しないから。親父が痛いすぎるからね。確かに。その偽タレントの悩みと一緒ですね。親父超えタレントの。いや、親父超えれない。あと単純にやっぱこうメディアでの取り上げ方、取り上げられ方が、じゃ自分が親だったらやっぱ子供の姿を見たいじゃないですか、うん、でその僕の母ちゃんとかもやっぱあんた早くテレビいっぱい出てねとか、うん、でやっぱ見るのも一つの楽しみじゃないですか。だから 親目線ですもんね、子供をですから。そう、ってなったらやっぱりメディアにいっぱい出れる方がいいですよね。自分のことしか考えてないじゃないですか。いやいや、どういう選手を育てたいですか。じゃあ皆さん言ってますけども、はいはい、自分を今の現役の選手とか、はい、自分のこうプロ野球選手、歴代の選手でもいいですけど、はい、どういう選手を育てたいとか、はい、そういうマニフェスト的なことを私聞かせてもらいたいですけどもね。じゃあまずはケンジさんから。はい、私はデストラーデです。違う、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 なんでパナマのスイッチヒッターのおかしいです。君たちに聞いてるんですよ。でも、美濃越選手はどうですか、テニスをやりたい。いや、やらせたくないです。若くして。なんでですか。はい、まあ、やっぱり、まあ、特に、あ、まあ男の子、まあ、男性でも女性でも、まあ、やっぱりさっきおっしゃってたみたいに海外遠征も多いですし、まあ、確かにお金もすごい、まあ、かかりますし、やっぱりかなり過酷で、やっぱりトップに行けるのも本当に限られた人しか行けないので。やっぱ大変さを知ってるってことですよね。そうですね、はい。アミちゃんどうですか。私は野球とテニスはやらせないです。ええ何やらせるんですか。神スイングやってんのに。なんかもっと囲碁とか将棋とか。チェスとか。そっちのなんか体力をあんまり使わないようなこと。なんでですか。やらせ大事に育てたいですね。怪我するとかそういう。子供のうちは大事に育てて、もおじいちゃんまで一緒にいるわけじゃないでしょ。そうそう、子供と。でもそういう、なんだろう、陰ながらの遊びを
できる。なんで子供影に入れようとしてる。アミちゃん、ましょう。アミちゃん、あと両側によくこの2候補置いて言えましたね、これ。ね、野球とテニス置いてさせないってよく言えましたね。今、とんでもない情報を、はい、あれあら、カズさん、カズさん、とんでもない情報を手に入れました。はい、あのですね、そもそも今なんか野球が衰退しているというコメントをいただきまして、もう野球なんか老人しか見てないと、具体的にはもう今テニスなんですけど、はい、なんと、ちょっと待ってね、なんといくら、なんとですよ、野球をやってる人の人口は3500万人なんですよ。世界規模で、はい、テニス1億人やっています。全然いい。70億分の1億、はい、この国何人ですか、人口。70億ですよ。ああ、日本ですよね。1億4000万ぐらいですよね。はい、は日本の国民がテニスやってるのとほぼ一緒ですよ。みんなテニスやってるってことです。そうです。はい、ここにいる人全員がテニスやってるって考えてください。はい、うん、まあ、でもそれだけ競争が激しいってことになっちゃうんじゃない。そうですね。プロ選手にするなら飯を食える確率が、うん、そうか。でもやっぱりあれですよ、オリンピックの候補になってるじゃないですか、野球もね、はい、でもまあそこまでの復旧はしてないんじゃないかなと思いますよね。そのオリンピックで争うような、あの世界レベルになってないかなと思いますね、野球はね。ああ、なるほど。そうですよね。そういうのはテニスの方がやっぱりオリンピックですもんね。そうですね、はい、やっぱそうですよ、そういう意味では。ここまでです。おバスケ、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 4億、サッカーより多かったですよ、サッカーより多かった、バスケって、そっか、アメリカの、まあ、子供とかみんなやってるイメージありますね、バスケとか。なんかクリケットもさっき一瞬出ましたけど、その人数は出てないですけど、やっぱ人口が多いとこで、インドとか、やっぱクリケット多い。あれ、ちょっと待ってください、増えた、あれ、おボールボーイーズ。ちょっと待ってください。これは僕小出甲子園おばたってまたちょっと忘れてるんですよ。小出甲子園。僕のボールボーイーキー。よろしくお願いします。ボールボーイーキー。でも確かに一木さん今ね何も喋ってないっていうのは危ないですね。喋ってなかった。危ない。これはまずい。いやコメント。いや僕の意見です。あくまで僕の意見だけど危ないなって思いましたね。いやそれ言うことによって石井さん、それ言うことによって、はい、あ、今回ですね、ドベケスバット美濃子さんに、あら、お願いします。美濃子さん、美濃子さんだからもうあのフォアでフォアで思いっきりぶち抜いてくださいでもね、手首を気をつけてくださいね。そう、怪我は、ここで怪我っていうのはなしですか。そうですね、はい、一番しょうもないですから一番もったいない、スポーツのマジでもったいない若手芸人多分吉本の村井さんが土下座すると思いますマジでもったいないから。はい、ということで、じゃあお願いします。誰だ、あ、やべ、地味にやった。ちょっと待って、ちょっと待って、俺1位が、あれ、コウタロ1位だ。おっ、わー、すごい。そして俺1位がコウタロ。また西村とお浜山。いや、またやったよこれ何西なんかそちらセットですね、阪神とか。いや、そうです、コウタロさんが、はい、なんとすごい一番いい意見です。ありがとうございます。一つの事件解決した気持ちになりました。事件解決しました。事件解決？今のが迷宮入りしたんだよな。ドメが、あ、はい、はい、ありがとうございます。いいですか、ドメが西村さんとお母さんです。ありがとうございます。うわ、またや、まただ。やっぱ西村でしょ。これでも決めてもらった方がいいんじゃないですか。どっちがいいか、どっちにしたいですか。いや、どちらでもそもそもそんなわけで興味ないですよ。一番傷つくやつ一番傷つくんだよ。そうですよね、2回やられててかわいそう。でも2回やられてローテニスプレーヤーに、いや、3回目も来いよ来いよ、やめて。これなのがいい、私聞けないでください。そういうお笑いみたいなもんね。お笑いしようぜ、お笑いしよう。本当にレアですから、お笑いしよう。スポーツですから、はい、じゃあ西村さん、お願いします。はい、甘んじて受けます、これね。こ
そんなことないですよ。いや、マジでないですね、うん、マジで気をつけてください。めちゃくちゃレアどれぐらいですか。え、思いっきり手首気をつけてください。あがしの気分で。あ、でも手首は気をつけてください、本当に。蹴りでいいんだよ。蹴りで前蹴りで。あの、ここに来るお笑いはダメです。ちょっとだから、それはダメです。振りに見えますよ。ダメだ。いきます。はい。あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。びっくりした。ディストが強え。こんぐらいだったよ、こんぐらい。半端じゃねえ、これ。あの、これ出しました、ここの、ここのとこの。ありがとうございます、いて。びっくりした。いて。ありがとうございます。